着こなしレイートンジャケットラペル幅は広く、ウエストを絞った、ヒップの最上位ぐらいまで丈の短いジャケットで、前ボタンははめないならわしがある。イートンキャップ、イートンカラーのシャツ、襟付きベスト、黒いネクタイ等と共に着用されることが多い。日本の学校制服会では、襟がないジャケットを、イートンブック、イートン型、イートンタイプ、イートンジャケットと呼んでいる。 主に男女小学生や女子中高生の通学服に採用されているが、男子中高生の制服に採用されている例もごく、少数ながら存在する。また同じく少数であるが、女子事務員等企業の制服として用いられているケースもある。昭和30年代に新しいタイプの通学服を広めるために、英国の名門学校であるイートン校の名を流用し名付けたと言われる。 なお、被服学用語では、カラーレスジャケットと呼ばれている。ヤフービューティー、ファッションディクショナリー、イートンジャケットより、繊維ニュース、検証、小学校服市場学生服メーカーオゴー産業2004年3月11日より、トンボーミュージアム日本のユニフォーム、学校制服より、ありがとうございます。